はいどうも、セブンナイツおじさんです。お久しぶりです。セブンナイツ、夜行鳥ギルド戦記撮っていきたいと思います。これを撮ってるのが久しぶりなんですよ。でこの前に撮ってるんだけどまだ上がってないのが、これを撮ってる時点ではまだ上がってないのがあったりとかするんで、ちょっとまあ時系列変になる感じがあったらすいませんで、まあ昨日の試合に勝ちまして、昨日の試合っていうのは動画撮ってないんですけども、まあなんとか勝つことができて、9位に上がることができました。でその結果、まあ、対戦相手はリンスキーさんと相なりましたで、まあ、リスキーさんと戦うにあたってね、まあ、今までとちょっと違う形になってくると思うんでね。今まではまあ、軍師というか、まあ、攻めるところを決めたりとかする人を立てて、まあ、やってたんですけども、まあ、この日に限っては、まあ、なしで、まあ、やって、で、まあ、1枚でいいから取ろうっていうところで、まあ、動かしたときに、みんなに、どのぐらいこう、1枚、取るっていうところの力が身についてるかっていうところは、結構重要なんじゃないかなっていうふうには思ってます。まあ、当然ね、いろいろな要素があって、取れるはずのところでも負けちゃうってこともあるかもしれないんですけども、まあ、今回こう、それを1枚取ったっていうことっていうのは、まあ、大きい一歩につながると思うんでね。それを次回以降にも活かして戦ってくれたら、いいんじゃないかなと思います。で、まあ、最終的にはね、まあ、自分がね、攻めに行ったら、まあ、この人の、このパーティーで、総合便賞の差がこんぐらいで、まあ、総合便賞勝ってて、最大便賞勝ってて、装備がこんな感じで、だったら相性いいなとか、自分の中でシミュレーションした結果、が、まあ、過去のデータがあるわけじゃないですか。まあ、自分の得意なパーティー、苦手なパーティーっていうのがだんだんできてくると思うんですよ。最初は指示もらってやってるんだけど。で、それをまあ、少しずつ、こう、活かしてね、やっていくと、まあ、よりね、ギルド戦が面白くなってくる。で、ここ行けば、30番攻めれば4枚取れるな、と。だから行こう、じゃなくて、例えば、こういう強いところになったときは、まあ、他の人でもこう、全取り目指せるなっていうチームが相手じゃなければ、ああ、でも、ここで4枚自分が取ってっちゃうよりも、まあ、4人で、1枚ずつ取ってって、まあ、証4つ相手から奪って、で、3箇所プラス4で、合計8枚の証をこう、ポイントとして手に入れられる方がお得だなって、チームとしてはお得だなって、思えるような発想に結びついていくと思うんですよね。で今はそういう自信っていうと、自信とかね、なんて裏付けみたいなのはやっぱないので、どうしても、なんていうのかな、考えたっていう中でも、どうしても、なんていうかな、実はもうちょっと余力があるというか、まあ、見る人から見たらね、ここもいけたねっていうところとかも、あったりする場合もあるんですよね。で、そういうのを、まあ、少しずつ埋めていけるように、自分こういうところでよく負けるんだけど、とか、なんかそういうのとかをね、自分がよく一緒にやってる時間帯の人と話しながら、やっていけたらいいんじゃないかなと思います。で、アリーナはもうランダムマッチングだけど、ギルド戦は自分で対戦相手選べるんで、まあ、そういう強みとか弱みとかっていうのは本当出る場所だと思ってるんで、ぜひそういうところをね、見ていただけたらいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、本当はね、仲間のやってる一戦一戦もね、記録に残したいなっていう思いはあるんですけど、今のシステムだとそれはないんでね。韓国だとあるんですけど、プレビュー機能が。まあ、いずれ日本にも実装されるだろうと信じてね。まあ、今はこういうスタンスでやっていこうと思っております。まあ、結構ね、ギルド戦記、夜行鳥ギルド戦記、ギルメン向けな話が多くて、まあ、見てる方、はてなってなっちゃう人多いかもしれないですけど、本当申し訳ないです。でもまあ、これ聞いた時に自分のギルド、まあ、自分の持ってるギルドですよね。まあ、どうかなっていうふうに
どうしたらもっとギルメン楽しくやれるかなとかって一緒に考えてもらえたら嬉しいなと思いますね。はい。というわけで、じゃあ、早速中を見ていきます、いきたいと思います。はい。おほー、すごい。うちは証3個取ってて、リスキーさんはもうすでに53個え ?20 回参加して53個これ防衛できてんのベロちゃんだけってことか。すげえ。で、もうすでに俺も証がないってことね、これ。あれ?翔くんどこ?あ、いたいた。まだ攻められてないか。マジか。あざっす。こんな早く、売り切れになってしまうとは。いやー。なんか語ることももうほぼないですね。まあ、リスキー相手にね、こう、まあ、ガツッと上がし取れるっていうのもちょっとおかしな話なんで、まあ、そこら辺はね、ちょっとあんま見ないで。まあ、この後だよね。誰がどうやって攻めてくるのかだよね。もう、刻み屋さんもジェイブさんも攻めてきてて。はいはいはい。カストールさんに俺はとどめを刺されていると。いやー、これどういう会話を繰り広げられているのかちょっと気になりますよね。リスキーさんのギルチャーが覗いてみたいよね。いやー、ちょっとなんかもうコメントすることもないですね。まあ俺の狙いを最初から言っとくと、やっぱり俺は、自分が戦うとしたらまずはジェイブさんかなとは思ってますね。まあやっぱり総合便賞で上回っているっていうところが大きいかな。で、あと、まあ1号使い、まあ正直言ってリスキーの皆さんは1号持ってない人の方が少ないかもしんないけど、まあ、いちご使いなんで、まあ、いちご使いで行くしかないかなっていうところですかね。であと、俺、バルさんかなと思ってたけど、結構、総合便賞で行くんだったら、まあ、あとは、両夫を入れてる人とかが、僕は結構狙うんですよね。リンバックだと、流行性がとか、両夫に入りやすいんで、あと、通常攻撃がね。あとはネロ、その中でもネロが入ってない人とかですかね。あとはユージ入ってるところは俺基本狙わないです。ユージ入ってるとね、なぜかわかんないけど俺のイチゴね、すぐ月が転写うわーとか言ってやるんですよ。ドヤ顔で俺のイチゴが月が転写を打つんですよ。で、その後に、バフ剥がしもう一個打って、ユージの免疫はず、綺麗に外してから攻めるんですよ。もう意味ねえだろ、みたいな。もう何なんすかね、俺のメンバーね。これね、デロンズがね、俺、敏捷マックスじゃないんですよ。一個セブンナイツ装備なんですよね。で、あと、白書も、セブンナイツ装備なんですよ。で、それで敏捷ちょっと足んないんですよね。で、本当だったらね、こう、
2次3とかと同じぐらいの敏将、まあ1少ないぐらいの敏将まだいけるはずなんですよね。まだ伸びしろありますよ、俺のパーティーにも。その伸びしろ見せろ。その伸びしろ見せろ。っていうところなんですけどね。はい。まあ今日の戦い見て、まあ結果見てね、みんなが攻めるところを俺は見たいなと思ってるんですよ。どういうとこ攻めるのかなと。で、俺はそれで、みんなにどうアドバイスしていくか決めていきたいし、あとは、なんか君はこういうとこ攻めた方が他の人のためになるよっていう話とかもね、まあできるんじゃないかなと思います。はい。まあちょっとね、今日は、そんな、俺がね、ギルドについて思うことをメインにちょっと話していきます。で、リスキーさんとは、もう一回今シーズン当たれたら嬉しいなとは思ってるんですけど、あと一週間ぐらいあるよね。ギルド戦ね。30日までだよね、きっとね。なので、もう一回当たれるぐらい、強くなりたいなと思ってますんでね。その時はもっと、今回よりも証取れるように、みたいな感じで、ステップアップ方式で、やりたいと思ってるんでね。今日のことはもうほんと刻みつけたいんでね、俺も。あ、別に、刻み屋さんディスってるわけじゃないんで、勘違いしないでください。自分にね、刻みつけたいっていうだけなんで、はい。なんでね。だから今日も、もう俺前回の動画でもそうですけど、ジェイブさんを全抜きして、やったぜって声、って、終わったんですけど、今日もね、まあそうやって終われたらいいなと思いますよ。はい。はい。じゃあとりあえず、まあちょっとね、おっさんのお話はこんなところでね、次はもうちょっとコンパクトに進めていこうと思いますんで、よろしくお願いします。どうぞ。はい、戻ってまいりました。ただいま23時10分です。うちの攻めも、あと、俺が2回残ってるのと、あと、メンバーで1個ずつ残ってるところですね。まあ、それが、1人のメンバーはもうそろそろ終わりそうってことですかね。で、現状を伝えておくと、証は全取りされました。証全取りされました。夜行帳ができて初めてね。証を全取りされるという。まあ、ある意味ね、まあ、名誉なことなのかなと、まあ、思っております。で、まあ、その中でも、今、15個取ってるんで、これをちょっと1個でも伸ばしていかないと、まあ、一気にちょっと順位も落ちちゃうんでね、9位なんで、まあ、そこをちょっと、頑張っていきたいなと思って、今、最後の戦いに臨んでる次第です。どうなってる？ラストは。おお、セフィロス負けたか。まあ、どんまいっすな。まあ、僕は七英雄さんに、まずちょっと行ってみようかなと。アタックしてみようかなと。告白してみようかなと思います。思いの丈を伝えていこうかなと。僕はデロンズが好きです。七英雄さんはどうですか？言ってみます。多分これデロンズと、リョフの差ですよね。単純にね。敏将はね。まあ多分、俺の白鳥とデロンズが、一個ずつ、セブンナイス装備装備してると思うんで、その分低いんですけど、俺は。で、そこの差が埋まりきらなかったっていうだけだと思うんでね。まあちょっと、ルーンとかはちょっと見てないっす。余計な情報入れんのやめようかなと思ったんで。もうここまで来ちゃうとね、もう、ルーンとか言ってもしょうがないんでね、もう。はい。ちょっと敏将で選んでいこうかなと思いました。じゃあちょっと七英雄さんと戦っていきたいと思います。うん。行きましょう。ドン！俺は魔法中心になってるんでね。リーダーを、ジャックにしてますね。お、いいダメージ入った。ただ、死んだー。これきつい。初手の黒い月牙であそこまで食らうか。
もう言葉がなくなってしまった一瞬の出来事で。最初いい感じだったんだけどな、流星効果で、流行性がで。なすべなく。翔くんも3枚取った。さあどうしよう。俺はさあどうする。リンバックは辛いんだよな。俺リンが弱いから。だから呂布バックが、あ、呂布じゃねえや。テオバックのが、いいんだよな。CU さんか、おやみんさん。どっちかな？おやびんさん、行ってみますか。行け。で、いやー。対戦よろしくお願いします。さっきは先手取れたけど、あ、今回も先手取れた。イチゴにはいかない。また流行性がからだ。イチゴいったれと思ったら、また一応倒せなかった。あ、これやばい。あ、大丈夫か、ここだったら。よし、このタイミングはギリセーフだった。よし、一応落とした。ネロも落とした。あー、気絶しちゃったか。まだでもバフは残ってるから、バフ解除は残ってるから大丈夫だろう。ただリンに避けられた。ただリンのバフ免疫は剥がしている。イチゴ死んだ。反撃率が元に戻る。でも手を落とす。硬い硬いで、アリエルがいなくなることでバフがなくなる。うん、負けたか。ダメだ、俺の拍手弱いから無理だ。ちくしょう、惜しかった。いやー、まあちょっとルーンと宝石、まあ宝石とルーンだね。逆でしたね。宝石とルーンをちょっとやっぱり見つめ直して頑張るしかないな、これは。翔くんよりも早く終わってしまった。対戦が。はい。というわけでね、どうなるかな？ちょっと更新で見ていこうか。結構長いね、試合ね。いい試合してるってことだよね、これ。さすがうちのエース。
終わったね。あ、取ったね。3枚取りましたね、これは。結果はこんな感じですかね。80対150。まあでもダブルスコアじゃなくなったのは良かったかな。まあ証の数だけで見るとダブルスコアなのか。90取られて、うちは20しか取れてないから、だから証の数だけで見ると、トリプルスコア以上差が離れてんのか。参加賞のおかげでなんかよく見えてるけど90だから900点だもんね。900点の差か、約1000点ですね。まあでも800点か、そうすると3996ん39ん39960か。まあ20位以下に落ちることはないか。とりあえず10位台に収まる感じですね。まあ、それは安心だな。明日戦っていくところの、ところと、純粋にまた、競っていけるなと思います。はい。悔しいですが、負けは負け。次はね、今回20個なんで、証。なので、今シーズン中にもう一回当たるようにね、頑張って。一個でも多く、証もう一個ね、一個でも多くね、増やして、頑張っていきたいなと思います。はい。ちょっと誰も多分刻み屋さん触れてないと思うんですけどね。多分触れられてない方は何人かいると思うんで、ね。まあちょっと同じ方ばっかり攻めちゃって申し訳ないんですけども。みんなが見て、ここだったらなんとかなるんじゃないかっていう、思われてる人っていう。見られ方的な部分でね。ただその結果、超防衛しているっていう状態のすごい方々たちなんでね。こういう方々の対に対する対策をね、こちらでも取れるように頑張っていけたらと思います。ではご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。